それでは行列式の定義を始めます。というか今週中には行列式の定義まではいかないんですけど、その準備まではできます。それで前回の、先週の復習から始めましょう。A がこれ三次正方行列にしますね。それで AIJ がこれは I 行 J 列でしたね。それでシグマってのは1、2、3から1、2、3への全端車にしますね。で、この時はシグマのことを置換って言いましたね。それで、置換全体の集合のことを S3 で、これ6個ありますね。で、前回全部リストアップしてみましたね。で、A の行列式は、これを使うと、シグマ、これ6個の和なんですけど、S3 ですね。イプシロンシグマって書いたかどうか、あんまり記憶なくなってきたけど、A の、シグマ11、A のシグマ22、で、3列から取るのはシグマ3だというわけですね。こんなふうに定義しました。で、これはシグマの符号って言いましたね。で、符号についてはグーチカ、あのシグマが、これグーチカンと、キチカンがあって、この時はイプシロンシグマが1で、イプシロンシグマがマイナス1なんですけど、少し一般化しやすいようには前回説明したんですけど、グーチカン、キチカンを定義するというのが今回の目的です。さて、じゃあ主に S4 の話なんですけど、ここからに入りましょう。S4、具体的には3241と1234に対して3241、いいですか？1に対して3、それから2に対して2、3に対して4ですか？それから何が、なんか色、4に対して1というふうに対応する写像ですね。これ全端車なんですけど、でですね、ここから反転という言葉が出てくるんですけど、ここの矢印の交点が問題になります。ちょっと見づらくなっちゃうんだけど、どっちにしようかな。ここの、まずここの点ですね。そうすると、これ1から3、2から2ってのがぶつかってますね。交点なんですけど、それが出てくるのはこれで、交わってるところで1より2が小さいんだけど、行き先のが2、3と2逆転してますね。こう逆転しますね。で、これだから反転するって言います。いいですか？それで次はどこがいいかな。どこ、1がここかな。1、1と4ですね。いいですか？1から3、4から1。で、そこが反転してるのはここ出てきますね。それで次は、青を使いましょうか。2と4ですか。いいですか？ 2 から2と4から1がぶつかってますね。それが2と4の大小関係逆で2、
2より1が大きいっていうふうになっちゃってますね。でこれ反転してますね、ここですね。で最後に何色がいいかな、これがいいかな、ここの点ですね、3と4です。3より4が大きいんだけど、行き先の4は1より大きいわけで、これここ反転してますね。それ以外は i と j の大小関係があったらシグマ i シグマ j というふうになってますね。これぶつかってないってことなんですけど、でここにある1214243434ってここにありますけど、これはシグマによって反転されてるわけですね。いいですか。で一般にはだから N 字の置換シグマがあったときに IJ I, と I より J が小さいわけですけど、シグマ I とシグマ J 比べたらシグマ I とシグマ J、 シグマ I の方がシグマ J より大きいという反転してるわけね、これとこれ比べたら。それでこういう時は IJ はシグマで反転されるって言います。でこれ反転数4って、シグマの反転数は今の場合4って言います。でまたはこれ交点数、この交点4個っていう意味なんですけど、交点数とも言ったりします。交点数が4っていうわけです。で反転される IJ の個数を反転数と言います。またはこれさっき言いましたけど交点数って言います。で反転数が偶数の場合はシグマを偶置換、奇数の場合をシグマを奇置換と呼んで、符号をイプシロンシグマイコール1マイナス1というふうにします。まあ、これはこういうふうに矢印をで行き先を結んじゃうと交点の数を数えればすぐ分かっちゃうんで簡単に計算できますね。それは大事なところです。これはこれ割と簡単に計算できますね。で、でもちょっとこれじゃ足りないわけです。で、これを言い換えていくっていうことを今からやっていきます。で、その N イコール3の場合に3次の置換については偶置換、奇置換っていうのを決めましたけど、見てわかりますけど、123132の場合とか123213、123321の場合は、これ反転数が1だったり3だったりして、これ奇置換、この3つ奇置換でしたよね、前回。で、ちゃんと合ってますね。で、それで、次は、123123、これは太文字の1って書いたりしますけど、で、123231、123312はこれ反転数が0であったり2であったりしますから、これ偶置換でちゃんと前回の定義と整合的ですね。それに注意してください。